美食1日目の朝です。待ちに待ったこの日が一番嬉しい。昨日買ってきたパンをトーストしたのとヨーグルトサラダです。皆さんこんにちは、のこです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画は私がやっていた日曜断食の、ダイエット中なんですけどご褒美でチートデイの、動画をシェアしたいと思います。もしよろしければ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。僕のお名前はブッタンです。よろしくね。妹からバレンタインデーにコメダのチケットをもらいました。そのチケットでバレンタイン特別メニューのこれを食べます。ランチは辛くた学校でこってりラーメンを食べてみました。辛くた学校はラーメンが美味しいだけじゃなくて店内が学校の教室みたいになっていてとても楽しいです。帰ってきました。川越のねプリンスホテルに行った時に、埼玉県のこう応援チケットみたいなのもらって、それで買ったのと、あとポイントが貯まってたのでポイントで交換したりとか、ギフト券もらったんでそれが失効する前に買ったっていうのがあるのでご紹介したいと思います。3000分なんですけどお弁当を買ってきました。この弁当と応援のやつでは
このファンドリーのケーキ、普段そんなに買えないのでここでここかりに買ってきました。これがこれちょっとそのこれでいいか、これでいい、うん、いいよ。美食の1日目の夕飯です。お弁当買ってきました。右足が痛い。大丈夫？日曜日の朝です。変わらず朝バンクです。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change.Been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. はい、食の日曜日のお昼前のおやつです。ファンドリーで昨日ケーキ、昨日ね、私の半分に私のケーキを食べて、これは私の半分で一人で食べていただきます。どうでしょう、これ甘王だね。甘王のあるかな、こんな感じ。体重がですね、その日によって、その曜日によってやることが違うので、コロナみたいに先週の同じ曜日でいくと、1週間でいくとだいたい 0.5 キロぐらいずつ痩せてるのかな。 0.5 から 0.7 キロぐらいずつ痩せてますね。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでも楽しいと皆さんが思っていただけたら嬉しいです。よろしければグッドボタンとチャンネル登録、そして温かいコメントもお待ちしております。では次回の動画まで See you!